全然周りが見えない。大丈夫？大丈夫かな。あ、2階がある。なんか間抜けだね、わら。やばい。いや、じゃあ、なんでもないよ。なんでもない。なんでもないよ。ダメ。ダメ。こっち見ないで。ダメよ。こっち見ちゃダメ。あ、よくあるよね。わらわら。はい。和骨ってことで、卵見せいらっしゃいませ。こっち見てる、こっち見てる。わらわら。はまったね。いや、終わってない、終わってない。まだ終わって。まだ終わってないよ。大丈夫。見つかってない、見つかってない。わらわら。めっちゃ見てるけど、大丈夫、大丈夫。大丈夫じゃないのかな。ねえ、動かないよこいつ。起きて CQC 了解。じゃあちょっと近づこう少しね。動けない、わら。エンジニアは大丈夫、大丈夫。オッケーだったと思う。一瞬で CQC しかないな。あ、大丈夫みたいですよ。なんかあいつアホだ、あいつアホだ、あいつアホでした皆さん。大丈夫みたいですよ。わらわら。後ろでああみたいな音はするけど大丈夫みたい。よし。あれ。なんてこった。あれ。わらわらなんて。なんもないな。あいつはアホ、確信、関わったらいけないと思うんだよ。嘘だろ、わらわら。歩く段ボールなんてよくあるよね。あれ。あれ。あれ。これ向こう岸に行けないな。どうやって行けるんだ。この裏側に行けるんじゃないかなと思ってたんですけど、行けないみたいですね。よし、じゃあ戻ろう。やばいやばい、ちょダメだー、すぐ見つかっちゃったー。ということで和光中ということでパンダさんいらっしゃいませ。ちょっともう一回やり直しましょう。これ上は行く必要ないですね。アホだけじゃないみたいですね。じゃあ上は行かなくていいね。オッケー、行くよ。じゃあ気をつけて。あ、そうなんだ。まあぜひね、興味がある方はね見てください。よし、行きましょう。服変えとけ、あっちに。あ、そうですね、服も変えときましょう。あ、服変えたらいいんじゃないこれ。あ、そうだ、そういうことじゃないかな。これにして、でこれ、これこの格好でいけばいいんじゃないかな。天才的な発想、これでいけるはずだ。行きましょう。堂々と歩いても大丈夫だこれ。いい感じ、いい感じ。あ、ん？何？私だ、ライコフだ、なんでだ、私だ、ライコフだ、ライコフだ、私はライコフだ、なぜなぜだ、ちょっと待って、なんでだこれ。あ、そうか、使えないんだこれ。あー、ライコフじゃダメなんだな。よし、じゃあちょっと諦めよう、ライコフは諦めよう、違う方法でいこう。よし、俺だ、ライコフだ。ちょっと待って、これダメだな。よし、ちょっとやり直そう。いろんなやり方でちょっと挑戦しましょう。いやー、ということで、もう一回やりましょう。で、じゃあ、科学者は？そうですね、エンジニアの服があればいいですよね。ちょ、待てよ。まず、まあパーセンテージが高いやつを選んでいきましょう。スプリッ…ん？パーセン出てますよ。今日課題終わんねえからおるかも、ガックし。あ、そうなんだ、大変ですね。じゃあ、じゃあ、あえてここでこれでいこうか。最強の変装で、結構ね、食い物があるんで。ダメかなこれ。無茶するのね。いや、無茶できないかな。
ダメかなこれ。早い、わらわら。だいぶ減るの早いですけどね。やばいな。いけないことは。敵が来てる。やばいかもしれん、これ。ちょっとやばい、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 ちょっと食べない、食べない。やばい。ちょっと夜遊びしてきます。ねた。はい、わかりました。行ってらっしゃいませ。ちょっと待ってよ。間違えた。フードを食べる。どうやって行けばいいんだろう。ちょっと待ってよ。食べよう、食べよう。のし。なんだこれ。仕方ない。よし。ね。もう一回食べて。よし。バイ。オッケー。バイということで、行ってらっしゃいませ。まず。よし。あ、今最後のやつなんかいいですね。まずとか言ってましたけどね。よしね。で、私なりに考えた方法でいこう。そうですね。思ったより食べ物なかったです。いつの間にかなくなっちゃってました。あと、マガジン、これだ。あ、これはまずいですわ。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。やってみせる。違う。違う。ちょっと待てよ。こっち向いて、で、投げる。あいつ向こう行きますから、で、その間に行く。で、立って。わー、行けた、行けた、行けた。オッケー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 。よしよし、紙吹きました。で、食い物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 。ユニフォーム変えた、ユニフォーム。さすがにこれは無理だ。20%、 15% かな。一番いいのは 15% かな、これだな。よし。で、カモフラはこれが一番ね。オッケー。で、食べ物。いや、これ食わないでやっていけない。仕方ない。これ食うか。よし。アナコンダ食べちゃいました。うまい。うまいということで。よしよし。いい感じ、いい感じ。アナコンダ食べちゃいましたけどね。仕方ありません。これでいきましょう。で、ここまでは来ました。一応今 70% ぐらいか。で、多分この裏から登れるところがあるんで、こっちから行かないといけないんだな。よし、集中して。今何もないよ、何もない。どっから来た。誰もいないよ、誰もいない。やばい、やばいかもしれん、やばいかもしれん、やばいやばい。わっこーということで、駅田さんいらっしゃいませ。なんでカムホラー下げたのって言われてる方いらっしゃいます。277番さんいらっしゃいませ。実はね、今のね、使ってた、柄のやつはスタミナがすごい減っちゃうんですよ。なのでね、変えました。で、こっちって、よし。で、倒して。で、もう一人こっちにいたんで、あいつもやっとこう。で、行く。よし、大丈夫、大丈夫だ、問題ない、大丈夫だ。よし、で、大丈夫かな。で、こっちから行くしかないのかな、多分。で、起きる前にナイフ切る。敵いないよね。ナイフ切る、まあそれもありですけどね。うまいということで、ケンさんいらっしゃいませ。ちょ、今こっちから行ってます。こっちなんかあるのかな。ちょ、周りにね、敵がいるかどうかがわかんないんで。あ、いた、あったあったあった、よしよし、来た来た。で、これ C3、 C3 じゃない、爆弾。いけだいけだ、一つ目ゲット。一つ目はありましたよ。よし、で、これだ。よし、あれ、じゃあ TNT 外そう一回。で、あれ、そういえば銃器使って よかったのか。なんか銃使っちゃったけどな。麻酔銃はいいのかな。生体の支柱が。で、ん、支柱、うん、あ、支柱がうまい、すいませんでした。勘違いしました。センサーを使えば、あ、そうですね、それもありですね。これかな。 OK、 1個目設置完了。で、いきます、上に。
上に行けるかな。おーあーすいませんびっくりしました。やばい、ちょっと待って、いや銃使ってるよあいつこんな野郎。やばい、あーということでアホやーということで285万さんいらっしゃいませ。あーやそうですね、自暴自棄になっちゃいました。もう一回やりましょう。監督の射的質問ないよ。ビーク、メンテナンスクルーの服は？そうですね、メンテナンスクルーの服があればだいぶでかいですよね。すいませんでした。ちょメンテナンスクルーの服あればいいんだけどな。すいません、まずはこれでいきましょう。で、一応すいませんでした、申し訳ございません。これで、あ、いや違うんですよ、取りに行きたいんですけど、どこにあるか知らないんですよ。どこにあるか知らないんです、私バレちゃいましたね。どこにあるんだろう、メンテナンスクルーの服。あっち行く、じゃあ行こうか。じゃああるんだったらそれ使った方が絶対便利ですからね。じゃあ行きましょう。どこにあるかは本人か。よし、でこっちかな、ロッカールーム。よしよしよし、ここまでね、私あの段ボールに段ボールかぶってきちゃったんで。はい、監督和骨です。しかもユニフォームがもう一つ存在する。わらわら、監督和骨です。今回のミッションは何ですかということで、捜査いらっしゃいませ。今日のねミッションは一応なんていうんですかね、こちらの、兵器、なんていう兵器だったっけ、とシャゴホット、シャゴホットをね、あの回収する、回収じゃない、破壊するっていうミッションの方やってます。で、あ、いっぱいある、アイテムがいっぱいある。あら閉じられてる、あれ閉じられてる、あれ閉じられてる。シャゴホット、そうそう、シャゴホットです。ないな、回収できたら面白いけどね。あ、回収できたら面白い。こんばんは、なんかあるのかな。ということでこんばんは、ということでテイフロンさんいらっしゃいませ。よいしょ、で、あら来たー、やったーやったやったやったよー、なんかゲットしたよ。よし、ユニフォーム、ユニフォーム、どれだどれだどれだ、これだ。戦闘のロッカーを探るスネーク、わら、なにこれ、なにこれ、なんか変なのゲットしたよ。能力見てね、なにこれ、わらわら、え、なにこれ、わらわら、なにこれ、ちょっと全然違うユニフォームじゃんこれ。私がゲットしたやつと違う、なにこれ、なにこれ、ちょ、まあいいや。で、これなんだろう、スニーキングスーツ、メンテナンスもあるの、本当にメンテナンススーツが欲しくて来たんですけどね。あったあったあった、オッケーオッケー。これ何、これ 何なのこのスニーキングスーツって。そんなのあるの、能力見れる。よし、じゃあちょっと見てみよう。カモフラージュ、スニーキングですよね。ソ連が開発した最新戦闘服。いいじゃんいいじゃん、それ嬉しいな。じゃあまあ一応メンテナンススーツの方にしとこう。で、顔のペイントはなしにして、でもこれでも十分スネークでバレちゃうけどな、普通だったら。でもこれで行くんですよね多分ね、あそこはね。お山でいいやん。じゃあ、いや、お山じゃバレちゃう。あれ誰これ、まあいいや、行こう。で、R1 分かった、じゃあちょっと見てみよう、あとで。おかまじゃダメですよ。で、これで、ユニフォームで、ここで R1、 あ、出た、あ、これメンテナンスクルーだ。じゃあこれを着るのか。で、
R1 を押せばいいのか。似合わねえ。ソ連が開発した最新の戦闘服は全てのダメージを半減させスタミナの減少を抑える効果がある。すごいなこれ。あーでもこれで行きたいけどなー。でもこれじゃバレちゃうんですよね。一応メンテナンスの人の格好をして行った方がいいってことですよね。よしで、で行く。よし、じゃあ行きましょう。堂々と行きましょう。私はここのね、メンテナンスを任されてるんでね。あ、ボス戦用の戦闘の用のやつなんだ。いいっすね。よしで、じゃあ一応セーブしといた方がいいのかこの状態で。スプリガンみたいやな。そうですね、確かにスプリガンのやつみたいですね。あ、スニーキングスーツ重ね着っていう方法もあるんでしょうかね。まあこれで堂々といけるはずなんで行きましょう。私は全然怪しい人間じゃありません。どうもこんにちは。よし大丈夫ですね。おっ、やばい、仲間がいる、仲間がいるぞ。あいつはちょっと、あいつにバレたらやばそうだな。まあいいや、後ろからやっちゃうか。あいつどうしよう。一応あ、これ爆弾が使えないのか。どうしよう、爆弾が使えないみたいよ。大丈夫かな。やっちゃおうか、仕方ない。ちょっと待てよ。じゃあ一応多分 C3 は使える。 OKOKOK。 じゃあ行きましょう。で C3 やっちゃおう。で、やれないみたいです。うほうほうじゃないですよ。よしよし、であいつどっか行くんでね、それまで待ちましょう。やばい、こっち来た。こっち来んなよお前。いや違う違う、見間違い。おつ、よしで設置 OK。 1個目設置完了で2個目か設置完了。よし、何、電話かかってきた。誰だ。スネーク。はい、なんですか、エヴァさん。私の方は鉄橋への爆弾セットが終わった。マジか、早いな。落とせば敵は追ってこれない。少なくとも時間稼ぎはできるはずよ。はい。脱出ルートも確保した。そっちは二つ目が終わったところだ。はい。あともう少しかかる。そう。じゃあ鉄橋で待ってるわ。爆弾。オッケー。いい感じ。今回仕事はやい。マジで？爆弾見つからないかな。大丈夫かな。ちょっと不安です。そして、やばい、こっち来て。電気の下にも入れるよ。オッケー、了解。で、走る。やばい、何？ここ行けない。先に行けない。大丈夫？あれ、何ここ？ちょ、どこ？やばい。上がれない。どこ？どこ？あともう。あっちどうやって行くの？ラーメン取ってこよう。さっきのラーメン？何？ラーメンじゃないよ。ちょ待てよ。あれいなくなった。飛び降りなさい。いなくなったよ。あれどこ行った？もう一人。やばい、あそこにいる。危ない。やばい。おお、やばい。逃げて、走って。やばい。急いで。オッケー。オッケー、よしよし。で、どこ？あ、扉があるよ。これは何？これ関係ない。あったこれだ。で、多分こっちだな。こっち、これちょ、しゃがんだらバレちゃうかな。大丈夫かな。しゃがんでみよう。で、入ってみよう。兵士も爆弾を持ったエンジニアは気にしろよ、わらわら。よし、で、出る。オッケー、メンテナンス完了しました。よし。で、あともう。オッケー。わかった。急いで。あ、しゃがんで。はい、置いて。オッケー。設置完了。やりました。よし。で、早く。移動。焦った。相当焦った。あと一個もう置きました。速攻置きましたよ。パチ。オッケー。タイマーセット。完了。ドキドキしましたよ。あ、ハートが乗ったの、石。スネーク、何干渉に浸ってんだ。早く逃げよう。パチ。拍手ありがとうございます。何してんの？ちょっとゴソゴソしてる。何？スネーク。あれ？石じゃないよ。パチ。あれ石じゃないんだ。あれ粘土なんだ。蝶々の格好になったよ。粘土。あ！
なに。ああ、さすがスネーク。今度は逃がさない。今度は逃がさない。いいですね。小さいは粘土、器用、わらわら。あ、そういうことか。ドーン。オッケーオッケー。わらわら。ドーンということで。よしよし。キャッチしました。ナイスキャッチ、スネーク。ちょっとね、目がね、あの、固めになっちゃったんで。少佐。C3 のセットを完了した。距離感がね、掴めないっていうね、そういう問題が発生したんですよね。脱出ルートはエヴァ任せか。そうだ、大丈夫か。大丈夫。彼女なら大丈夫だろう。そうか。とにかく脱出を急いでくれ。よし、OK だ。じゃあ、あとは脱出だ。脱出するよ。どうやって脱出するんだろう。あれあれ、ちょっと、堂々と歩きすぎじゃない？やばいやばい、来てる。誰か来てる。やばい、バレちゃう。あ、エヴァさん。嘘だろ。そういえば監督、いやいやいや、迷彩は取ってないの？持ってないかも。スプリットは持ってるけど。やばい、ザボス。やばい、この格好でザボスと戦えない。やばい、この格好でザボスと戦うなんて恥ずかしい。シャゴホット壊すためだ、この野郎。アメリカの裏切り者め、やってやるぜ。おいっす。なぜだ。俺は片目を失って本気だぞ。いてててててやめてくれ。いやーやばいな、やっぱ強えな。よし。あ、ザ・ソローの迷彩取ってないかも。あーやばいやばい、痛い痛い痛い。うわー、回転だーい。いてててて、強えぜ強えぜ強えぜ。なに、オセロットの野郎め、この野郎。なに、お前、なん、あ、時間を計算してる、さすが AD。 あと残り13分で番組終了のお知らせですよ。大変です。よし。あ、ちょ、セーブしよう、セーブしよう。いやー、回転を利用してるんでしょうね。よしね。ここにセーブしよう。タイムキーパーでしたよ、ソロさん。またいま、AD さん映ってましたよ、ちょっとね。よし、じゃあ、行きましょう。監督にはすごく合う迷彩だよ。足音が消える。そんなやつあったんだ。いいな。まあでも撮ってないんで仕方ないですね。うん、エリーさんありがとうってことで。やばい、出演者総集合。番組の打ち上げだみたいなこと言ってくれたらいいんですけどね、ボルキンさん、ね、この女、地下金庫をうろついていた。何、遺産を目当てとか。捉えてみると面白いものを隠して。何ですか、何持ってたの。あ、それは賢者の遺産だ。何、あ、それ賢者の遺産だったんだ。何、賢者の遺産持ってたの。このマイクロフィルムに遺産の全てが収められる。やばい、AD 映ってるぞ。あかんぞあかんぞ。ちょっと、賢者の遺産そのものなの。このフィルムがまさに賢者の遺産そのものなのだ、みたいなこと言ってますね。匂いでわかった。匂いでわかった。何の匂い。いや、香水ではない。なんだ、ガソリン。巻いて巻いてって言ってきそう、わらわら。バイク用のな。ああ、そういうことか。女にガソリンの匂いが染みついて。なるほど、バイクに乗ってたことが。スパイだったと。ああ、あだとなってしまいました。連絡用無線機。カレー臭。あ、やばい。カレー臭でバレちゃった。ということで、381万円になってません。なんてことしやがる。それ高いんだぞ、お前。何これ、ちょっとボルキンス、お前ライコフもやってたし、こいつもやってるし、両刀使いだったのか。どうしましょう。笑ってます。何、何でもいい。ボルキンスって言った。おうおう、わらわら、手話芸。私の言いなりだった。ボルキンス対するこれ、ボルキンス対するじゃないの。そうだな。やばい、蹴りが入った。このクズって言ってますよ。なん、ロールキンのノンケアピー。言いたいことでもあるのか。おし、やっちゃえ、その口紅で。大丈夫、まだ10だから大丈夫。撃てば終わる、撃てば終わる。あー、もう、バイガーのキスはもういらぬわ。キスオブデスさん、いらぬわって言ってますね。やばいなこれ、スネークやるしかないよ。わらわら、気づくべきだった。あ、やばい、あー、AD10 分30秒、やばいぞやばいぞ。
これやばい。色仕掛けとは KGB の連中のやりそうなことだ。そうすか。すいません、ありがとうございます。賢者の遺産とは何だ。私のことですか。賢者の遺産。よかろう。なんロス前に教えてやる。あ、教えてくれみたいですよ。ボルキンさん大好きですよ。いろいろ教えてくれますからね。よしよし。あと10分ぐらいらしいですよ。先の大戦。ムービーですか。はい、米中層の真の権力者たちの間に秘密協定があった。米中層の真の権力者たちの間で何かがあったの。うん。その後の世界を動かすための。なるほど。三国は大戦の勝利を決定づけるため、互いの資産を出し合って表に出せない様々な裏工作や研究を共同で進める。なるほど、米中層らしいですよ。原子爆弾、ロケット技術、コブラ部隊。なんかコブラ部隊だけちょっとしょぼそうですけどね。それらを可能にする爆弾の指揮。はい。そんなにあるの？あと5回は繰り返せるほどのな。そんなに？それが賢者の遺産だ。やばいっすね。大戦に蹴りをつけた後、三国は賢者の遺産を分け合うことになっていた。おおお。そして？終戦と同時にベースがドイツの有能な科学者を抱え込んだのもその一環だ。だが我々ソ連は間抜けな他の二国を出し抜いた。なるほど。莫大な資金、最先端の研究、圧倒的な力、うんうん、それらは我々にこそふさわしい。いや、それだったらね、永久凍土なくすような研究した方がいいと思いますけどね。私の親父は賢者の遺産管理者の一人だ。終戦の混乱を作り、さまざまな手段を講じて、親父はソ連の遺産を独占できるよう図った。へえ、そうなんですね。莫大な資金。まあでもストーリーって結構大事なんだね。それはね、認めるんですけど、ちょっとムービーシーンが長すぎるのもちょっと考えもんですよね。ロンダリングした。その金の流れを記したのがこのマイクロフィルムだ。じゃあこれを辿っていけば全ての賢者の遺産っていうのが見つかるってことですね。はい、ワコツーということでミキサーいらっしゃいませ。マイクロフィルムを手に入れた。それらの資金を使ってブレジレフたちと手を組み、このプロジェニー・グラードグラーニン設計局を建設した。あ、そうなんですね。しかし無能なグラーニンは結果を出せず、いや、グラーニン結局メタルギア開発したんですよ。技術シャゴホッドが必要になった、ね、グルーに属する私が直接ソコロフの設計局を襲っては後が面倒だ。なるほどね。そこで未だ残る秘密協定のスパイリングを通じてザ・ボス計画を、何なんでしょう、亡命を進めた。てかザ・ボスも私の意思に同調してくれた。いや、なんかこれ怪しいですね。世界はもともと一つだったのだ。だが、いや、知りません。賢者たちの対立により世界は二つに分かされた。我々は遺産を使い引き裂かれた世界を一つにする。なるほど。そのためには力が必要だ。世界をまとめるに至る絶対的な切り札が、長い、それがシャゴホッド、そしてコブラ。早すぎるよ。飽きる、ちょっと飽きるのが早すぎる。もう少しありそうですよ、ムービー。ワコツ、ワコツということで、ゴン太郎さんいらっしゃいませ。コブラ部隊が失った。私にはまだシャゴホッドと遺産がある。わかりました、ありがとうございます。アメリカごときに我々は止められん。ああ、生きり立ってますね。ボス、これを安全なところへ。お、ザ・ボスは信用してるんですね。あら、あれね、裏切りか。あれ、ニヤニヤしてる。頼むぞ。あら、頼むぞって言ったの。あ、ちょっとボスもニヤッとしましたよ。こいつがのこのこと戻ってきたということは何か。監督の風たく。何もない、何もない。何らかのサボタージュ。あ、そうなんですね。楽しんでね、ぜひ楽しんでください。面白い作品ですよ。細工がないかどうか調べてくる。ダメです、調べちゃダメ。この女は私が始末。あ、怪しいね、これザボス、まさかこれ。ちょっと私感じましたけどね。本当のところは分かりませんけどね。あ、やっぱしそうだ、裏に繋がってる、ザボスが。やったやった。いやー、いいやつでしたね。やっぱザボスはいいやつでした。うん、
ここに来ていいやつになりました。いやよく見たら綺麗ですねザボスね。うん、大佐、戦士らしく戦いなさい。戦闘者ごたえやる気はないの？もちろんだ。ないです今のところは、ね、戦術はいつも一つ。最後は戦うらしいですよ。これが終わった瞬間から巻きでお願いします。わかりました、頑張ります。私にやらせてください。あれ、オセロットが出てきた。わらわら、気を待っていた。なれなれ、待ちわびていた。何を待ちわびてたんだ。っていうかもう時間がないんだけど。オセロット、もう10分ぐらいで爆発するよ。やばいよ。ちょ、こんなことしてる場合じゃないよ。早く戦いなさい。おっと、柔道も分解もごめんだ。何、銃くれるの？長えよおめえ、それいちいち。ここでやる気かこやつ、わらわら。やばいな、液体燃料もあるのにな、大丈夫かな。何する気？待て、何、どうした？俺も、あ、何、外した外した。若いんだから手袋外した。私のは本当そうですよ。ということで411番さんいらっしゃいませ。アメリカンオブトラックの発売は、来年の何月とかなんかいう小手半の人いらっしゃいませ、ね、あ、何？あれ？あら、アホだオセロット。オセロットアホだこいつ。お、あれ？何？血って何？いや、大手気取りじゃないけど、あと7分。やばい、AD さん。やばいやばいやばい。どうする？結局ボルギンスと1対1では始めると。何を始めるんだこの野郎。あれ、あらららら、上に上がってった、それとも私が下がってるの、どっち。大丈夫よ、今日4時間枠。せっかくの決闘、はい、思考を凝らす。いや、凝らす暇あったらちょっと早く戦った方がいいと思うよ。爆発しちゃうよ、みんな死んじゃう。どうしよう、大変なことになってまいりました。最後の最後でえらいことになりそうですよ。なんだ、放電しているピカチュウだ。やばいやばいやばい、顔つきがやばい。そしてなんだ、色が変わった、色違いだ。レアポケモンか。何そのスーツ、ダッセ。なんだ、はいはい、存分に楽しませてもらうぞ。やばい、あと5分。スネークって言ってる。スネークでは破れないので放電の熱によって燃やしました。わらわら、いかついピカチュウだ、ダッセ。わらわら、ふんって言ってますよ。オセロットもね、ちょっと今回は諦めるんでしょうかね。あ、銃をプレゼント、ありがとう。で、え、その銃しかないの、他のものは。あ、何それ、ゲッツということだ。何なんでしょうこの人、お笑い要員ですね完全に。さて、色違いポケモンね、え、ボルキンさんと対戦です。わらわら、仕方ありません。わらわら、あー、構えましたね。ボスの弟子、よし。あ、そうなんだ、いいセンスだっていうのを言いながらあれをポージングするんですか。よしよしよし。で、まずカモフラージュを変えましょう。やっぱしね、この試合のためにこのスニーキングは多分ゲットしたんだと思うんですよね。で、ヘイスの方は変えました変えました。5分以内で、そうだ、それぐらいじゃないと。あ、そうなんですか。いや、勝ち組ですね、完全にね。で、さっきなんか手に入れた、光ゴケが結構重要だみたいなこと言ってたんで、やってみましょうか。どれだったっけ？マッシュルーム。マッシュルーム。どれ？ロシア、エレーション、ライド、土の子。あれ？あれ、私どこやったっけ？あれ？なくなっちゃった？ルシアン、グロカップ、ボールギン、サブセイ、バリア。
血統きたこれ。マジックマッシュルーム。困ったら地雷だ。これか。マッシュルーム。え、ロシアングロ。これかな ？R マッシュ。これかな？これを。オッケー。じゃあこれをどうすればいいんだ？これを投げればいいのかな？で、投げる。何あれ？何あれ？ちょっと待って、よくわからんけど、あと4分しかないよ。どうする？眠らさないと。サプレッサー外して見てなって。了解、見ました。避けられるか。あれ？あれ？やばい。今なんか面白いことが起きましたよ。ちょっと見てましょう、もう少し。何？あれ何してんの、あいつ。あ、やばい、なくなっちゃった。なくなっちゃった。なくなっちゃったよ。ちょっと待って、大変なことが発生した。どうやらあそこに全部持っていくみたい。平石みたい。 R マッシュやばいっすね。平石みたいになりましたけど、ちょやばい、なくなっちゃった。ちょっと待って、もう一回投げてみよう。やばい、マッシュルーム、どこ、あった、よしね。で、R マッシュルーム、R マッシュルーム投げる。やばい、なんか変なとこに飛んでっちゃった。あんなとこに飛んでっちゃった。なんかスネークって言って、なんかよし、OK で、私がやらないといけないのは、ちょっと待ってよ。わかりました。じゃあよし、うっ、何こいつ、何あれ、電気で守られてる。どうすりゃいいんだ。ちょっと待ってよ。大変な事態が発生します。ちょっと今、この一戦目はちょっと死んでしまう可能性が強くなってます。ちょっと今のところね。どうしよう。まあいろいろ試させてください。じゃあ TNT というね、奇跡的な方法でやろう。で、行く。で、よし。うるせえ、俺やるぞ。うるせえ。爆発してる。うるさい、黙れ。あら、痛い。何これ、近づいただけでやられる。最強か。いや、まだ待ってください。無線に頼るべきじゃない。まだそんな無線に頼る。うわ、あ、でもボルキンス食らってる、意外とボルキンス食らってる。あれ、何、倒しちゃった。ボルキンス倒しました。ちょっと皆さん、倒しました。ちょっと待って、こんなに弱いのか、ボルキンス。弱えぞ。倒したよ。こいつを撃て。え、指示中とは言わないのが監督の唯一の良心。聞こえないのか。勝ちましたよ。勝ちました。弱いね、ボルキンス。あら、それはできません。何そのかっこいい方。大佐、それはできませんみたいな。いいじゃないですか。ザ・ボスと約束しました。約束した。何？どういうこと？お前まさか。私が貴様の上官だ。いや、わからない。でも勝っちゃったよ。あ、なんとボルキンスの攻略法、ああやったらいいんだ。一番なんとね、銃を撃てばそっちに飛んでいくということで。弱いっすね、ボルキンスは弱い。あ、そしてオセロットかっこいいじゃん。なに、急にかっこよくなっちゃったな。まさかとどめ刺すの、オセロットが。男らしく戦いなさい。かっこいい。かっこいい。ちょっと今の聞いた。今のかっこよくない？光子ちゃなくても何でもよかったんじゃね。オセロット、そうみたいですね。爆弾の捜索に行け。男らしく戦いなさい。かっこよすぎる。私も言いたいな、それ。あら、命令してますね。あ、でもさすがにここはね、従いましたね、オセロットさんもね。何、やばい、大丈夫、何これ、まだゲッツってやりましたよ。あ、
そうなんですね。なんかアバよみたいな感じで行きましたけど、それよりも時間大丈夫かな。で爆弾見つかっちゃったの痛いな。そう、ヘビよ。あ、最後最後もう一回勝負マジか。やばいやばい、もう一回勝負があるみたい。ちょ待てよ、あと3分だ、あと3分だ。じゃあどうしよう、キュアしよう、キュアしよう。やけど、やけど直そう。あら、何ですか。薪でじゃないですよ、ちょっと待ってくださいよ。やけど、やけど、やけどをまず直そう。で、やけど、やけど、やけど、これか。で、あとやけどもう一個。もう一個やけど。OK。で、直した。で、あと、トント神風。あ、そうですね、トント神風ですよ。いや、あれが一番いい方法ですね、私の思うにね。で、頑張ります。ちょ、まずライフ、ライフ、ライフを復活。1,2 これぐらいにしとこうか。で、で、あとは TNT。 やばい、くたばれって言ってきてるから、まあ、これは一発食らうしかないんだよな、多分。一応じゃあ一発、これを投げとこう。よし、で、え、ボルキンス、ちょボルキンス弱え、めっちゃ減った HP 一気にマジか、弱いぞ弱いぞ。ちょっとちょっと今、一撃であんなに食らった。ちょっと待って大丈夫あいつ、バカなんじゃないの。もう一発いっちゃおう。やばい、もう一発。よしよし、もう一発。あ、やばい、強え。ちょっと待って、距離取って距離取って、で、距離取って。やばいやばい、来てる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 よ来てるよ。やばい、押して来るよ。押し、やるやるよ。あ、あそこだ、投げて。押し、やれるはず。オッケー、もう一発。ちょっと待ってよ、どこどこ、元から、あ、元からなのか。じゃあ TNT か、やっぱし TNT 作戦に変更。あ、そういうことか、了解。やっちゃおう。爆発しないのかなあいつ。やばい、来るよ。やばいな、やばいな、強えなこいつ。ちょっと待ってよ、何これ、邪魔すんじゃねえこの野郎。爆発、やばい、何、ちょっ、 OK、 倒した倒した倒した。オッケーオッケー、倒しました。なんか知らんけど倒したよ。いや、こんなに弱いの。そうっすね、倒しました。弱いっすね。サンダーボルトということで自滅しました。でも結構食らいましたけどね、私も。急がないと。いや、ノーマルです。 TNT 職人ですね、私ね。あ、ちょっと待って、あ、血吐いてる、大丈夫かな。ボルキンス、大丈夫か。やばい、早く逃げないと。あいつ放電野郎なんだね。早く上がって、早く登って登って。あ、何、あ、時間になっちゃう。あ、よしよしよし、ボルキンスと一緒にね、シャゴホットも葬り去りましょう。逃げて逃げて、スネーク、ありがとうございます。逃げてる逃げてる、退避退避退避。はい、ということで497番さんいらっしゃいませ。そうですね、あ、そしてオセロットさんは後ろを振り向いて、あ、スネークの姿を見てニヤリ、うん、あいつも逃げたなみたいな感じですかね。どうなんでしょうか。さて、じゃあね、この後多分爆弾が爆発するシーンが来ると思いますんで、皆さん盛り上がっていきましょう。あれ、真っ暗になっちゃった、どうしたんだ。あ、続きありました。あ、エヴァさん、エヴァさん、あれ、前がはだけてない、大丈夫。あー、すごい、前がはだけてる。ちょっと待って、もっと飛ばせーって言うてますよ。早くエヴァ、逃げて逃げて逃げて、急げ。あー、爆発した、すごいシーンが始まりました。このシーンね、いきなり私の、放送止まってしまわないか心配です。炎のシーンはね、基本的に止まってしまうのがね、定説なんで大丈夫なんでしょうか。諦めるな、諦めるな。あ、どけ、やばい、あ、みんな燃えちゃった。エヴァ、エヴァ来ましたね。どうやって、
ザボスが解放した。ああ、なんとザボスが解放してくれた。来ました来ました。後で話すわ。オッケーオッケー。湖の脱出機。だから大胆だよ格好が。まだだ。まだだ。何？最大の任務が残ってる。ザボス倒さないといけないんですよね。ああ、どうすればいいんだ。その湖にいる。え？彼女は。何？そこにいる。あなたを待っている。どうすればいいんだ。ザボスが。俺を待っている。ちょっと心配ですね。湖までが。私自身はね。本当はああそうなんですね。黙っていようと思った。本当は黙っていようと思った。なんで？生か？なんだ？あ、抱きついて。あの人とは戦ってほしくない。あの人とは戦ってほしくない。どういうことなんでしょうか。あなたたち二人が特別な関係なのは分かった。うん、男女を超えたもっと深い私には分からない関係。そうなんですね。うらやましい。うらやましい。どうした？あれ？やっぱり私には理解できない。エヴァさん、私のこと好きなんですかね？私は伝言を頼まれた。何ですか？何の、どんな、どんな伝言ですか？伝言、早く。さあ、今のこと、私は。あ、伝えた。行きましょう。伝えられてた。伝言伝えられてました。すいませんでした。申し訳ございません。勘違いしました。あれ、まさか。何？巨大化？あれ、シャゴホットがまだ壊れてない。えらいこっちゃ。やばいやばいやばい。ちょっと待ってちょっと待って。大変だ。ということで繊細な人もさ、なんと生きていました。全然壊れてないじゃん。傷一つない。シャゴホット生きてましたか。仕方ありませんね。ここで失敗だ。まずい。どうしよう。これ壊さないといけないんですよ。どうしましょう。やばい。これ追いかけられるけ。うわすごい。スネーク体を横に出して。あ、液体燃料が抜かれてただの爆弾だったんだ。 C3 だったんだ。なるほど。大変な事態が発生しました。これどうなるんでしょうか。あ、これはまたちょっとどうしよう。待てよ。ちょ待てよ。これはね、私は何に考えがあります。こういう時のために私は持ってたんです、実はね。あれだ、あれあれ。さあ、腕の見せ所だぜ。これだ。やりますよ、皆さん。腕の見せ所見せますよ。いきます。違う、地雷じゃない。で、行く。どこだ？ OK。あれ？なんで？ちょっと。スネーク前。どこ？どこ？邪魔。お前ら邪魔だ。そして、あ、ここにもいる。ちょっと、来た来た。後ろから見てる。早く構えて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 。銃。オッケー。早く。危ないじゃない。やばいやばい。どこ？どこ撃てばいいの？わかんないよ。やばい。ここ撃て。撃っていいの？撃つよ。全然食らわない。ちょっと食らわないよこれ。ちょっと待って、どこ？前じゃねえ、うるせえ、黙れ。やばいやばい。でもちょっとだけ食らわした気がする。どこ？シャゴホットどこ？え？どこだ？どこ？え？どこどこどこ？ランチャーで倒せないの？どこ？おっしょ、ここら辺爆発しとこう。違うな。どこどこ？何何？やばいやばい。ちょっとこれ積みそう積みそう。ちょっと待って、どこ？敵はどこだ？後ろ。うるせえ。やばいやばい。使いやすい武器の方がいい。オッケー。じゃあ使いやすい武器でいこう。何もしてないよ。どうしよう。どうしよう。シャゴホットを破壊しないと。これかな。オッケー、いけ。スモーク？やばいよやばいよ。これ大パノラマ全然食らわせてない。どうやったら倒せるの？ちょ待って、どうやったら倒せるか分かんない。あれ全然食らわない。ちょ待てよ。一般の雑魚？スモーク？
食らわんねこれ。どうすればいいんだ。いやそんなわけないよ、そんなわけない、倒せるはずですよ。これか、やってやるぜ。あれコーマンということで537番さんいらっしゃいませ。麻酔かなということで538番さんいらっしゃいませ。いやクリアしちゃいました。何なんでしょう、よくわからないままクリアしました。何が起きてるんでしょうか。あ、やばい、兵士がいるのに、兵士がいるのに、えらいこっちゃ。ボルキンス、あの倉庫には RPG でも歯が立たない。そうです、さっき撃ちました。鉄橋、君が C3 を作れた。 あそこか、落下させるのか。あいつはあそこまで。なるほど、さすがエヴァ。鉄橋ごと落とすということがいいだろう。いいだろう、よし、わかりました。の中を突き切るわよ。いい、いいです、早く行けよ、早く行こう。やばいやばい、あ、オセロット、お前だけはやっつけておこうかな。行くわよ、よし、オセロットやっつけよう。何あれ、なんか変なんつけた、なんかオセロットが銃に変なんつけたよ。何今の、来てる、何あれ、なんかつけてる。オッケー、パンクさせませんでした。オセロット追いかけてくるようですよ、バイクに乗って。あーかっこいいな、オセロットもなかなかやるじゃないか。あー、そしてここで事故ったりしないんでしょうか。あ、事故りませんでした。ちょっと、あの変なね、さっきの柵みたいなのに引っかかってほしかったですけどね。やばいやばい、こっちは二人乗りなんだよ、やばい。あー、なんてかどうだこいつ。ちょっと、あ、エヴァさんもやり合ってる。あら、あ、銃を先に出したのはエヴァでした。やばい、このままじゃ死んじゃう、ぶつかっちゃうよ。オッケー、まだいける、まだいける、逃げろ逃げろ、急いで急いで、やばいやばい、うわー撃ってくる後ろから大変だ、やばいやばいやばい、避けた、さすがスネーク勘が鋭い。あ、こっちこっちこっち行こう、こっち行こう、よしよしよし、うわー撃ってきた、なんでやろうだこいつは。あ、やばい、銃だけ、サイドカーだけ買っても意味がない。ちょ待て、大変だ、やばい、スネーク落ちちゃう、大丈夫かな。あ、やばい、火事の中入ってったよ、大丈夫かな、うん、大丈夫かな、火事の中入ってきましたよ。ちょっとどうなるんでしょうか。あ、向こうにジャンプ台みたいなのがある。ちょっとオセロットだけ飛ばないかな、ちょっと楽しみ。あ、やり合ってるやり合ってる。あ、そしてオセロットは前を見てなかったので、このままジャンピング、さようならということでしょうか。どうなるんでしょうか。あーと、上から物が降ってきた、大丈夫かな。あ、やばい、お前それ撃っちゃダメだろ、お前卑怯だろ。 RPG 撃っちゃった、卑怯すぎる。さすがですね、最後はね、あの RPG で決めましたよスネークさんね。ちょっと卑怯でしたけどね、まあ勝ったということなんでしょうか。一応とりあえずオセロットさんからの、やばい、何これ何これ、あら、何なんでしょうかこのダンシングは、何なんでしょうか、よくわかりませんけどね、スネークさんは上で踊っております。いいんでしょうかこんなことしてても、何なんでしょう。ちょっと待って、何、おしおしおし、やっとこうやっとこう、何、あんなもの撃ってきやがってこの野郎、最強の銃、 OK、やっつけましたよ、よしよし、で、あ、そうだったんですね、よくわかりませんでした、すいませんでした。そして、やばい、敵が目の前にいる、撃って、 OK OK、 爆発させよう。うわ、何、目の前が爆発した、ちょっと大変だ大変だ、何が起きてるかわからない。あ、そうですね、ノーキルは目指してないんですけど、ちょっと待てよ、どこ、敵がいないのに止まったよ、どこ、何、爆発した、よしよし、やっつけた、やった、よしよしよし、うまくいけそうですよ。ということで監督の夢は放送希望さんいらっしゃいません、大変な事態が発生しております。あ、そういう方法もあるんだ、やばい、当たっちゃう、上どこ、上どこ、どこだ、上から誰か攻撃してきてるようですよ、どこでしょうか。そうっすね、ちょっと待てよ、あ、何、おら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 、よしよしよし、よし、滑走路まで来た、滑走路まで来た、俺だと。